プレッシャーサークルを3回転、視床下部、視床下部から5ミリ移動し、もう1回5ミリ移動します。消化体にプレッシャーサークル、体重を垂直に加えて3回転。次本編2に入ります。副鼻腔です。第2指の横を2回フィンガーを置くします。次、付け根から指先まで3も置く。2回目は指先まで来ましたら、支えの手を次の指に移し、無理なく反らせます。次、3、4、4、5、4と同じことを繰り返します。次、甲側です。頭部神経です。ゾーンとゾーンの間をフィンガーを置くしていきます。爪の根元から指の付け根まで4本です。次に歯の反射区、第2指から5指まで真ん中を1本ずつフィンガーを置くしています。爪の付け根から指の付け根まで、これを頭部神経から2回繰り返します。4本やって歯の反射区1本ずつ。次、頭部頸部のリンパです。指と指の間4箇所を前後につまみます。次、2指から5指までを無理なく反らせ、指の付け根、目から耳の反射区です。サムウォーク2回。次、目の反射区、2指と3指の間の付け根、プレッシャー1回、4と5の間付け根をプレッシャー1回、耳です。次、3指と4指の間、先ほどの頭部頸部のリンパより深い位置をまずつまみまして、親指で甲側に倒し戻します。時間です。次、甲側の4指の付け根に人差し指でプレッシャーを2回。ここは体重はかけません。次、手を変えて4指と5指の間をつまんで上に2回引き上げます。次、90度横に倒して親指側に力を入れて、甲側の指で支えて肩の反射区7回転。本編3に入ります。指を反らせて、横隔膜ラインから第1指と第2指の間に向けて3目します。2回、喉器官です。甲状腺、一番盛り上がっているところに親指を置いてプレッシャーサークル3回転。甲状腺から1センチくらい上、さらに1センチくらい小指側に移動したところ、副甲状腺でプレッシャーサークル3回転。甲状腺に戻して1センチくらい下がって、体の中心側に1センチぐらい移動した胸腺の反射区でプレッシャーサークル3回転。横隔膜ラインから親指の付け根まで下から上に、今の範囲をカバーするように4本ぐらいで下から上にさまおく食道です。次、2指から5指まで反らせて、横隔膜ラインから各指の付け根まで下から上にさまおく4本、肺の反射区です。
2回繰り返します。次、